おお。俺もバタバタしようんやけど大丈夫。釣れると思う船長これ。いいと思いますよ。本当に？船長がいいって言うやったら俺頑張る。はい、ガリュウです。ということで、今回これメカタイラバ改めガリュウ玉ということで、10時出船の3時起航なんで時間があまりないんですけども、なんとかこれで釣ってみたいと思います。風が強いので飛ばすなってことですね。難しいのはやっぱり船が粘るようなんで、リターンとフォームして出発点に戻るという機能があるんですよ、最後の、はい、最後の手段で。それが使えないけど、海の上から流れようと思います。違うところに戻ってくる。な、ね、ね魚かな。あ、来たよ、あのくるくる。玉のやつ？玉のやつ。あれも線っていうのが。いやいや、まあちょっとギリやったんですよ。これね、魚かとかですね。はい。そこやったっすね。着底同時みたいな。あー、かわいい。あ、こう。いやいやいや、これで釣れたのが意味あるっす。よし。あの、これをバカにした YouTube 視聴者の諸君、見え、釣れますよ。釣れましたよ。釣れました。はい。ステッカーもらえるやつやん、これ。写真送ったら。あ、これもう全然もらえますね。おめでとうございます。これ持って帰る？え、リリースサイズじゃない？これ。そうじゃありますね。あります。釣れましたよ。なんと思ってそれ送ったんですよね。いやいやいや、これ泳いどる様小魚に見えんかな。まあ、そのやっぱピラピラのブレードに、どちら好きなのに近いですね。近い。いやいや、なんと思うやないと、小魚と思って食ってるでしょ。なんか来ましたけど、これも根魚かな。軽い。やっぱ彼は絶対来ると思ってたけど、やっぱ期待は裏切らんな、やっぱこいつ。やはりこいつは大好きやろうなとは思ってました。いいとこ吹き虫です。あ、大丈夫です、大丈夫です。やはり来たか彼は。どこにでもいる。またこれが好きですからね、キラキラするやつが。じゃあもうバジングやな、これ。さすがに 100g 浮いてこん。バジングできないですね、これは。100g やっぱしんどいな。なんか寝魚っぽいっす。走りはしないけど。あ、こう、え、何これ。笛吹き台。あ、これはもうスレですね、しかも。あではいいですか。あ、すいません、ありがとうございます。もう逃がしたいです。すまんとこにかかっとる。はい、どうもすいません、ありがとうございます。なんかぴょんぴょんしようですね。あれ、そのちゃんのルアー。あれ、これエビっとるな。
いやいや、エビってます。エビライオンにできんのかな、これ。エビっちゃってるもんね。これを、いやいや、あー絶対面白いと思う。一回戻っていきますか。今日も大丈夫なんですか。あ、全然僕は大丈夫です。3分前ぐらいにもう毎回入らないといけないんで、その後カワハギ行きますか。カワハギ、俺竿こんなのしかないけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。へえ、いや全然イメージ違うけど。カワハギは簡単です。本当ですか。いやー、うちの弟連れてきたいな。もうカワハギ釣るのが夢なんですよ。そうですか。うん。あ、お願いします。お願いします。あ、これはちょっと引くな。うわー、ちょっと止まってくれ、止まってくれ。止まってくれ。うわー、これ引っ張りような。止まれ。よし。よし、よその顔見て一気に逃げるからですね。絶対やっつって。上がってきた、上がってきた。来た来た来た。行きますか。よっしゃ、ありがとうございます。いや、ブレードで。ブレードで来たよ。これ平ですか。平やんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとかなるんやな。いや、いや、普通に来たよ。そして竿は、タツルさんの忍びブラックスです。来た。来ました。なんやろ、でもそんなに突っ込まんけどね。なんか違うんやないかな。いや、なんか違うような気がする。あ、じゃあヒラか。ちっちゃい可愛いやつですね。こういう行きたいんですけどね。よっ。おお。ヒラゴです。ちょっと空気吸って。空気吸って。ありがとうございます。また？玉です。玉です。玉釣れるっすよ。玉釣れますね。いや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 。
ありがとうございます。あ、なくなっとる。あ、やっぱこれそのままじゃやばいんですね。いつのタイミングで取れたやろ。え、本当だ、何もなくなった。やっぱ伸びたんですかね。飲み込んでない。やっぱあのツインフックそのままつけとったらやっぱ伸びるんですかね。うん、うん、でもないですもんね。あ、本当。針いないっす。ミステリー。針が消えた。あ、これはちょっとミステリーですね。あ、うわ、むっちゃくちゃやっぱこんななるんですね。やっぱなんかで、ね、止めとかないけんですね。やっぱ。そうですね。片方だけかかるとやっぱ弱いんでしょうね。いや、ちょっと勉強になるわこれ。これ針伸ばされる伸ばされるっていうのはよく聞くけど、こんなないよね。あの大きさでするやけ、多分もう本当にいいやつはね。本当よね。いや、でもすげえ勉強になるわ。やっぱいいですね。やっぱ昭和からの100日分ぐらいの経験を一日でできますね。そうよね。いや、これブレードでかくしたんですよ。だからちょっと抵抗が大きいんだと思います。ブルンブルンなったけど絶対違うよな。魚じゃないよね。あ、魚ついとった。これ食いますかね。はあ。こんな。船長はあれビッグベイと思ってこんなことしてくれない。そんなことないですけど。あれなんか動画が何本か出とうけど本当に来るんですかね、あれで。本当に。何回かチャンスあって。うん。うん。はあ。大体逃げられます。スイッチ入った時なんですけど、船べりに追っかけてくるあの練り子とかのシイラとかやったらチャンスあるんですかね。あ、かかった。あ、外れた。怖い。8トラップや8トラップ。よし、かかった。8トラップできました。練り子これ山ほど釣れるよこれ。あ、船長まだ入る。あ、はい、入れとっていいですか。エイトトラップで一本来ました。エイトトラップで来る動画を撮れましたよ今。いやー、ということで、むちゃくちゃ楽しめましたね。釣れた魚は練り子、キジハタ、チャリコ、ヒラマサ、笛吹き台、そしてあいつということで、6目釣れましたね。まあ、僕もこの我流玉全然半信半疑だったんですけども、やっぱ船長の釣れると思うの一言でね、モチベーションギュッと上がりましたね。五流丸相当おすすめです。まあ、備考欄にツイッターのアドレスを書いておきますので、そこから予約できますので、ぜひ皆さんもご利用してみてください。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。はい。